フリーステートスタジアムは南アフリカ共和国フリーステート州マンガウング地方自治体にある球技場。命名権の売却により、現在の名称はオーダコムパークスタジアムとなっている。1995年のラグビーワールドカップ開催に向けて建設された。2010年のフィファワールドカップのスタジアムに決定されたことから改修工事を行い、 中央能力を約4万に拡大するとともに、電光掲示板の設置などが行われた。1995年に、南アフリカ共和国で開催された、ラグビーワールドカップで、同スタジアムが会場となり、日本は同スタジアムで参戦戦ったものの、すべて敗戦。特に最終戦のニュージーランドには17の145の W 敗記録となる歴史的惨敗を起きし、この試合は、 ブルームフォンテーンの悪夢と呼ばれている。2010年に南アフリカ共和国で開催された FIFA ワールドカップでも同スタジアムが会場となり、日本がカメルーンと6月14日の初戦で対戦し、1から0で日本が勝利した。ありがとうございます。